はい、どうもこんにちは。沖縄の鈴木です。さあ、今回もやっていきます。マザー2。で、昨日終わってから、一応この辺り周辺で、レベル上げをやったんですよ。うん。で、なんかね、ボスのフランクさん。うん。今回フランクとバトルかな。ゲーセンの裏側にて、裏庭で、愛と平和について考えてるから、行ってみたらいいだろうよ。そういうわけで、行きます。ゲーセンね。はい、フランクさん、こちらっす。フランクだ、お前は自分の名前くらい名乗れよ。ふざけんな。あ、もういきなりバトルだ。さあ、どんなやつだ。フランク様に襲われた。叩く、フランク様。ああ、6ダメージ。18ダメージ結構くる。あ、けど。無敵のフランクが負けるわけにはいかねえんだ。はあ、ははあ、フランキースタイン2号だ。あ、しまった。回復してから行きたかった。まあいいや。なんか、これどういうやつ？あー、銃術か。叩く。13、あ、結構来るな。回復。やった。俺結構強えよ。初めて負けた。無敵のフランクもただのフランクになっちまった。お前の知りたがっているジャイアントステップの秘密を教えてやろう。あそこはどうやら、ある種のパワースポットらしい。特定の人間に何かをもたらすようなエネルギーがあるんだ。だが、ただあそこには、パワースポットのエナジーを吸い取った化け物が住み着いちまってる。ジャイアントステップの中心にたどり着くのも難しい。知ってるのはこれだけだ。それ以上のことは自分で調べるんだな。ジャイアントステップへの抜け道は、旅芸人の小屋の中だ。小屋の鍵は、オネット市長のゲーハーピカールが書く。ゲーハーピカール。わかった。頑張れよ。さあ、ここまで来たから、じゃあ、あ、待って。市役所に行く前にちょっと待ってよ。どこ行く？よし。あ、ちょうど市役所だ。で、ここで、ゲイハーピカール、会ってやろうじゃないですか。あなたゲイハーピカールですか？違うよな。ゲイハーピカール。すげえ名前だな。よし、行くぞー。ゲーハはい、やっつけたよ、フランクを。おすすめご苦労様であります。この次の選挙の時は、ぜひ、ピカール市長の応援。えへへ。お前か。いえ、はじめまして。市長のジ・エチ・ピカールです。街のワールドも、丸めて団子にしてボコボコいただきまくって、蹴っ飛ばして噛みついて、目隠して、くすって散々いびらせて、もう二度と悪さし、いや、そこまでやってないんだけどね。旅芸人の小屋ね。はい、鍵をくれる。わかったよ。ったく。あ、そうです。わかった。ちょっと待って。荷物を減らそう。ハンバーガーだ。はい。さっきも挨拶したじゃん。何言ってんの？鍵ください、鍵。はい。じゃあ行くか。旅芸人の、小屋の鍵を手に入れた。上だよね。OK。上中。来た。どっちだっけ？この道沿いに、この何これ？あ、お話したよ。あ、いた。ここだよね。じゃあ、くっせ。あれ？あ、グッズか。はい、使い。何ここ？
何この小屋、穴開いてるし。うん。で、こっち、はい、行くっすよ。うん。あ、バトルがあるんだ。だから、プレゼント、スキップサンド。はい。スキップサンド。ゲット。ここにも宝箱発見。あった、プレゼント箱。風邪薬。風邪薬って何に使うんだ？風邪ひいたらこの、あ、はい。そんだけか。お、なんか、こっちに洞窟っぽいのがあって、さて、こっち側は？あ、なんもないわ。じゃあ、こっち、この洞窟か。ここから奥に行く。おや？何ここ？はい。チェック。ございまし、え？話す。よく来た。ここは一番目のお前の場所だ。しかし今は私の場所だ。奪い返せばいい。できるものなら。あ、バトルっすか。わかった。巨大槍？どうしよう。これでどうだ。よし。あ、アリアリブラックやつ。あれ？アリアリブラック2匹いた、今。うん。巨大槍強えな。あ、倒した。You win。750。結構経験値もらったよ。で、奥に行くと。これがジャイアントステップか。確かに足跡に見えるな。なんかでっかい。おー。音楽。ゲット。うん。一瞬、小さな報い犬の姿が見えた。音の意志がジャイアントステップの音を記憶した。どう？使う。うん。あと1、2、3、4、5、6、7個。7個。いや、7個なのか、やつなのか。もういい。うん。よし。ちょ、君。立ち入り禁止とか。よう。ハンコ、え？警察署に出頭しろ。なぜだ。鍵をもらったんだよ、市長から。もう警察行こうじゃないですか。なぜ警察に行かなければならないんだ？しかも、後で出頭しろって言われても、あの場で捕まえねえよ。まあいいや。さあ、警察行こう。オネットタウン、警察とかだっけ？確かね、ホテルの下の方にあったのよ。こっち側。この下の方に警察があったような気がするんだけど、ほら、あった。ポリス。なんで警察行かなくなるんだよ。あ、来たよ。呼ばれたから。うん、やってきたか。ジャイアントステップガイルの生意気な少年よ。いいかよ、聞け。立ち入り禁止ということは、立ち入り禁じるという意味で、くどくどくど、くどくどくど、税金も求め払わないつに、くど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 、こっちだって好きであちこちくさせる、くどくど、うるさいよ、お前は。うん。え？子供はうちで任天堂でもしてればいい。まあ、通奏行かなきゃなんないからね、行くよ。はい、何？え？どういうこと？え、5人抜きだ。マジか。え？マジでこんなとこでバトルしなきゃなんないのか？ポリスマンに襲われたって。さあ、ラスト1人。俺じゃ話、え？はい？うん。え？
スーパーウルトラサンボマーシャルアーツと。マジか。ストロング所長。ちょっと待って、先に回復しよう。あ、倒したよ。勝った。うん。よかった、これで2層いけるようになったんだ。よかった。ありがとう、社長。いや、もう会いたくないっす。なんで警察でこんなに戦わなきゃならないんだ。意味がわからないよ。子供相手に戦う警察。何がしたいの。まあ、というわけでですね、今回は、とりあえず、こんなところで、一旦あれして、こっち行くと2層行けるんで、次回は2層方面ね、向かっていこうかと思います。2層こっちで、2層ね、はい。はい。というわけで、もしよかったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。じゃあ、また、バイバイっす。Bop, bop.